皆さんこんこにちはレックスエニコース便利のおです、えー、今日は2022年向けの、えー、中上級のコースですね、えー、紹介させていただきたいと思います、えー。毎年ですね、この担当のコースと論文のコースと両方ですね、担,担当しておりますが、えーまあ、その試験というのはですね、大体こう3年サイクルぐらいで、えー、こうマイナーチェンジをですね、こう繰り返しています。 でまあ、試験制度自体は、まあ、変わってないように見えてもですね、実際その試験の傾向とか、まあ、出題範囲とか、そういったところが事実上ですね、まあ、結構3年サイクルぐらいで大きく変わってくるものなので、えー、私もですね、やはりその辺は非常に敏感にキャッチをしていて、えー、まあそれに合わせた形で、まあ、コースの内容をですね、えー、アレンジしているというような形になります。 でえっと、今回はその試験制度のその内容ですとか、まあ、そのトレンドですとか、まあ、そういったようなところの,あのアレンジっていうところも多少あるんですけども、まあ、どちらかというとですね、えー、皆さんがまあ今このコロナ禍にありですね、えー、試験制度がまあ結構こう時期的な、ね、こう変更があったじゃないですか。 で来年からまあ元に戻るわけですよね。来年からま,あまた5月の試験に戻る予定なんですよね。まあ、もちろんそのまだちょっとウイルスのことなので、ね、どうなるかというのは未知数なところありますが、まあ、おそらくですね、このワクチンが進んできてで、まあ、収まりがつくだろうと、ね、あの言われてますので、えー、そういう意味ではまあ来年試験は、ね、その延期とかそういう面での心配は私の方ではあのしておりません。 でえー、とただですねこれあのベーシックのコースではなくて中上級のコースなので当然今年の試験を受けられてということになるじゃないですかでベーシックであればここから勉強するのでまあ別にその前の年なんていうことは関係ないんですよねだからもう試験の日が5月であればですねまあ普通にあのスケジュール感というかそのカリキュラム自体とか まあ内容的なところもですねそこはの影響を受けないものとして普通に考えればいいと思うんですねだけども中上級のコースなので今この延期この2021年の試験が実際2ヶ月延期されているところの試験を受けた後との、まあ、受講生を対象にするコースということになるのでそうするとですね試験が終わって帰ってくるのも従来よりも遅いんですね。 だ従来であれば、えっと、論文本師が7月の頭ですよね。必須に関しては7月の頭ですから。まあ、早い人でもうそこで、あまた来年に向けて頑張らないと今年は無理だったなっていうことで、あの、リスタート切られます。 で、えー、試験の発表を待ったとしても9月の末で論文のね、あの発表がありますので、まあ遅くても10月前の状態、10, 10月に入るまでの時期でそのリスタートを切れるわけなんですね。ですから、まあそこから次の7月までの試験で考えるっていう形になるんですけども、 あの今年はですねまたちょっと2ヶ月延期されてますので皆さんがえっ、ー、と担当試験を受けるのですら通常の論文試験よりも遅い時期になるので当然まあその論文試験もそれに合わせて遅くなっていきますから皆さんが戻ってくるのもちょっと遅いんですよねですからそこを考えた時に まあじゃあ、来年は普通に試験の日程が戻るということは、実際その戻ってくるのが遅いのに、試験は元の時期に戻りますから、準備期間が少し短くなるということを考えなければいけないので、で、その準備期間に合わせて、じゃあどうやってその合格に導くのかっていうことを、まずね、あの、私の方で今年に限って、このコースに限って言うと、そこを、あの、あの、まず考えました。 でそうなるとまずそのスケジュール感としてはですね、えー、まあそのコースの長さとかそういうことにもあるんですけどまあこれ以上そのコマ数を減らしてその実際じゃあ合格できるかっていうところのあの部分もやっぱり難しい部分がありますのでえっ、ー、とコマ数は基本的に減らさない形でですねえっ、ー、と まあ一部やはり去年と同じような感じでちょっとただ去年と違ってえまあその去年は4ヶ月伸びてますけど今年は2ヶ月だけなのでまあ単純にちょっとそのえ開口日とかねその生でできる日っていうのがあの多く取れましたのでえと担当でいうと商標と不正競争防止法だけが通信。 あとは全部通学で実施できるようになりました。で、論文に関しても、えっと、私のコースは、この担当と論文を並行して勉強できるというね、そういうメリットを、あの、歌うものなので、えー、同じ方域で商標法と、そして、まあ、こちらはあの、条約の部分なんですけど、布教法が論文にないので、代わりにま、条約会を作ってますから、まあ、そこの部分を通信で受けていただいて、あとは全部生で受けれるようになっています。 ですから、あのまあ、皆さんとしてはですね。あのまあ、2ヶ月ね。伸びた分ですね。ちょっとまたどうしても通信の範囲ができてしまうんですけども、えー、そこをね。あのうまく使えればですね、えー、いいかなと思っています。で、法域はあのどの法域を通信に持ってくるか、非常に悩んだんですね。非常に悩んだんですけど、あの今の受講生の方の？ まあ担当のそのまあいわば中上級のコース来られるということは担当失敗経験がある方ですよねでその担当失敗した時の状況科目ごとの点数だとかそういうのを見た感じで論文のそのフィードバックされたえっ、ー、と再現答案とそしてまあ実際の成績ですよねその分布なんかを見た感じあとやっぱりその法域間での単純な重要度っていうものがあるのでまあそこを考えた時に やっぱりこれは生でやっといた方がいいかなっていうもの要は受講の順番もあるんですよね。でそこもあの考えてあの商標を今年はあの通信に選びました。で商標はですね、まあ、他の3法と違って、えー、いわゆる協業法にあたりますよね。で他の3法は創作法で共通する部分もあるし 特実が分かった上でじゃないとやっぱり実意っていうところがなかなかあの消化できないっていう部分もありますし特実がしっかりできていれば逆にあの実意特,特許がしっかりできていれば実意は楽にできるっていうこともあるのでここの順番はねやっぱり外せないんですよ 3, 3点って。 だけど一方で協業法である商標はあのまた別の制度だったりとか別の考え方をしなきゃいけない部分なので踏まえてっていう部分がやっぱり薄いです。で特に中上級なので全く真っさらからやるわけではないですよね。一通りやってらっしゃる上での中上級のコースですからそういう意味では商標を極端な話ねどの順番に持ってきてもまあ 影響なないいんんじゃないかって考えたんです例えばまあ7月1日よりこれ中上級のねあの配信開始になるんですあの担当知識完成講座は。でもう先に受けていただいても構わないですよね。で特日の開講日までにも商品は全部終わらす不評も全部終わらすでも構わないし。でそうは言っても論文報酬受けてみて でそこから間隔を見て中上級やっぱり来年かなっていう方も多くいらっしゃるからでその場合だとやっぱりその論文本誌の日を待たなければいけないので開講日ですね。で商標も結局まあそこからっていう方がまあむしろそっちの方が多いと思うんですよね。でそうなった時に別に別例えば特許のの合間のところで ちょっと時間が今日は多くあるからちょっと商標のこの通信入れとこうかとかね特許と実案の間に入れてみようかとか逆にまあ特許と並行してみようかとかそういう使い方ができるんですよ商標に関しては。なのでえと今回ですねまああの我ながらうまくスケジュール組んだなと思ってるんですけどもえと商標と布教法を担当の方では通信で。 で論文の方では商標と条約会ですねわずかなんですけど条約は1回だけなんですけどもえっとそれを通信でという形にしたいと思いますでそれでうまくですねこれあのフィットしていきますのであの十分にね、えー、通常のスケジュール通りでやってた全部のあのものをですね生の やつでやってたのと同じぐらいのあの感じでいけると思います。で、これね今生の方の話をねしましたけども、ただね通信で受けられる方中上級の方かなり多いです。で、中あの中上級のあの通信の方っていうのは、あの自分でまあそのなていうんですかねこうある程度こうスケジュール感があって、でこう飛ばし飛ばしここはもう自分得意だから次飛ばしてやるわっていうこ方がね結構いらっしゃるんですよね。 ですから、あんまりその、何を、生の方みたいに、その、生講義、ここは生で出たいんだみたいなこだわりは当然ないわけですから、あまりその、まあ、どこ、どの科目を、 あの、生にするかとか、通信するかって、もともと全部通信だから、あまり関係ないように見えるんですけども、ただね、やっぱりこれ、配信時期の問題も出てきますので、あの、間接的には、やっぱり、あの、通信の方にも影響するので、まあ、そこはね、あの、うまくちゃんと、えー、組んでいますので、えー、通信の方もご安心して、受けていただければな、というふうに思います。で、特に私の、あの、このコースの中では、 えっとまあ1週間ごとのですね皆さんの勉強スケジュールを、えー、もう見える化して、えー、スケジュール表というものを配っていますが、えー、去年からですね、えー、やっていますけども、えー、生講義文とそして通信クラス生と,、えー、と別々のものをあの用意してますので、えー、生クラス出られた方は教室で取っていただいて で、えー、と通信の方は、えー、とウェブアップしたものをダウンロードして取っていただくという形で、えー、とス,スケジュールもですね、えー、使っていただけるようになっていますので、まあ、生で受けられる方通信で受けられる方ですねそれぞれ遜色がないように受講できるようになっています。 で、去年も同じ名前のコースなので、あのー、例えば中小級の方で、まあ2年目、3年目という方も結構いらっしゃると思います。なので、えっと、全体的なですね、あの特徴もさることながら、えっと、去年までのコースと、こう、ブラッシュアップした部分とか、で、あとその、 えっと、チェンジした部分ですね。まあ、フルモデルチェンジというわけではないですけども、まあ、結構大きめのマイナーチェンジというふうに、あの、レックの中では問えられていて、私のコースですね。あの、なので、まあ、そこをちょっと今日ね、中,中心にお話ししたいと思います。で、まず、その、まあ、去年から引き続き、私の方で、えー、すごく、その、指導のスタイルとしてね、重要視していること、 えっと今ちょっと手元にパンフレットがあるので、まあ、これをちょっと見ながらですねお話ししたいと思うんですけども、えっと、指導スタイルとしてまあ共通して考えていることなんですがあの単論はまあ一緒だと一緒から免除の方でも、えっと、免除の方でもスケジュールには担当対策を載せています。 皆さんにお配りするスケジュールは担当免除の方にも担当の対策も載せています。で、それは実際担当知識が十分でなければ論文を書けないというのはよく言われることなんですけど、数字的にもですね、担当の点数が高いほど当然論文の合格率は高くなるんですね。うん、で、担当の点数が四十五点を超えてくると論文の合格率八割を優に超えます。 ですから担当の合格の仕方すごい大事なので担当から受けられる方は当然そこの,あのそこのねあのど,うどういう問題でちゃんと点数を取るのかっていうその受かり方棒サーーさえ超えればいいわけではなくてやっぱりローにつながるところを重視に置くっていうところも含めてですね指導していくんですけども、えっと、免除の方もやっぱりねその担当地しが落ちないような維持っていうことがすごく大事なので。 なのであの論文合格答案完成講座では論文プロパーの知識を中心とはするんですけども、まあ、スケジュールだったりとかその講義の中でもその担当対策についてのその指導も行っていきますので、えー、そういったところですね単論をまあ一括して考えるということが大事じゃないかなと思っています。うん、で えっと次に関連条文をまとめて解説っていうのは実際ですね例えば補正という問題担当で出るとしても17条だけが出るわけではないですね17条の、まあ、17条から17条の5までがまず補正っていうカテゴリーですけど実際はプラスですね、うん、と18条だったりとか、まあ、18条の2だったりとかあるいは補正だから えっと、53条だったりとかひもづく関連するえあの条文も含めての題一問の作成になるんですねですから補正だからといって例えば17条だけあるいはもっと狭く明細明星図の補正だからといって17条の2だけを見ているとこれ絶対1点取れないわけですよ。 で肉の2なんかもっと顕著ですよね29条の2を勉強しましょうって言ったって29条の2だけで問題が作られるわけではなくて29条の2は例えば分割や変更や46条の2の特許スガンとのコラボもありますしパリユー国ユとのコラボがありますよねであと条約関係ね国際特許スガンやよの13の,、ね、あの問題なんかもあります あるいは肉の2は出願人同一の適用除外があるので、えー、名義変更34条4項とのコラボの問題なんかもありますよね。で、まああるいはそうですね、棒人出願49条第7号、まあ、発明者同一の適用除外もあるから棒人を絡めて出題することもできますよね。ですからもうね肉の2なんて本当にいろんな条文とのコラボパレードで もう全部ね紐づ付けてやっとかないとせっかくやったっても1点取れないんですよ。で出ることが分かっているテーマなのに1点取れないっていうのが一番やっぱりそれはあの不効率なんですね非効率のことなのであのきちんと点数が取れる範囲で一つ一つテーマを潰していくっていうことをやっていきたいと思います。であとはあの中小級の方なので。 やっぱり、ね、手薄になりそうな部分っていうのをおろそかにしないことも中上級のコースでは大事かなと思っていて、まあ、具体的には「s t ン3を特に条約にちょっと重心を置いてますね、えー、PCT に関しては特にあのルールブックというものを設けていましてえっ、ー、とちょっと待ってくださいね「担当知識完成講座」「担当知識完成講座」講座。 うん、担当知識完成講座は、えー、と今年ちょっと大きく変わった部分と末、まあ、造機の部分があるんですけども、えーとですね、この、えー、とプラチナルールブックっていうのが PCT のルールブックで PCT は、まあ、全体の半分ですね5枝を、まあ、予定してななきゃいけないいけですねだいたい5枝出ることを覚悟しておくと。 でその五枝の中で五枝じゃないごめんなさい第5問5問ですね5問を覚悟しとかなきゃいけないとで5問で例えば5枝だったと25枝なんですけども今までの既存の過去問で出た範囲から出る部分とで新しく出る部分とかありますで特にその、まあ、PCT は結構ねルールの改正が激しいので 直近でもありましたけどもやっぱりルールの改正にも対応しなければいけないしそこは当然過去問がない部分なのでどうしても、ね、テキスしかたな,、ねまあ、ないですよね過去の範囲を中心にしますからね。 ですからあのルールの中で、まあ、ここは今まで出てないんだけどもやっぱり見といた方がいいよねとか今まで出てはいるんだけどももうちょっと深く出る可能性があるから現もう現物を見といた方がいいよねっていうルールがあるんです。 で、それを冊子にしたものですね。で、このルールブックを使うことによって、まあ、とてもね、ベーシックの方にはちょっとあれなんですけども、中上級だからこそですね、やっぱりあの、PCT ですね、万全にしたいので、えー、これを使っていったりします。で、あとですね、今年のちょっとリニューアルポイントなんですけど、NFK 打別問題集を使っていきます。で、これは、 あの今までだとその過去問を講義の要はサブ教材みたいな形で使ってきたんですけどちょっとね中上級の人っっててもう過去問をあるる程度やってる方多いんですよね理由2つあるんですけど1つはそれなんですよ。もう中上級の方なんである程度過去問をもう経験されてる方がほとんどなので。 答えを覚えちゃっていてちょっと新鮮味がないっていうところが一つ理由がありますなのでちょっと新作問題でえっと枝別問題集を使っていきたいというところですねでもう一つの理由はあの過去問って大問の一つの中に5でありますけどさっき言ったようにちょっといろんな紐づく条文からの取材があるので結構そのこの条文の復習したいんだけどって言った時でも私去年まで 何番の何枝みたいな何、何番の枝みたいな枝別で、あの指定をして、演習をしてもらってたんですよね。で、結構ややこしいし、私も探すの大変なので、あの、今年はですね、もうあの枝別で、しかもテーマ別にもう分けている。なんか体系別の枝別問題集みたいな感じかな。そういう意味ではね、そういう問題集を使うことによって。 であの枝で例えば10問の演習をするとか5問の演習をするとかそういうのすごく簡単にできるのであの講義内で、えー、アウトプットをすることによってちょっとインプットの確実性をね高めたいというところがあるのであの講義の中でちょっと使っていくアウトプットテキストなんですけどもこれをですね「NHK 別問題集」という形で用意しました。 で、すすねねリニューアルポイントです、ね、で過去問はですね、あの、ベッドもう言わなくても皆さん買ってらっしゃると思うんですけど、あの、もちろんベッド買っていただいて、で、まあ、その講義の範囲での復習ですね。あの、スケジュールの中には過去問の指示をしていきますので、えー、その過去問も、 もちろんその宿題の中に入ってきますからやっていただくんですけども、まあ、ただその講義の中で使っていくのはちょっと使い勝手の問題とあとやっぱりこう何て言うのかなインパクトの問題ですね皆さんに与えるインパクトの問題があるので、えー、まあ新作の N 式歌別問題集を使っていきたいなというふうに思っています。はいでえっと、次にでですすね論論文文の方なんですけども、えっと、論文は えー、ちょっとこんな感じでですねまた去年から少しリニューアルしているんですけども、えー、まあ、知識がなければまあ、論文を書けないっていうことがまずあるんですがその知識の備え方も結構大事だなと思っているんですねで、さっき言ったように担当でもですねその一つのテーマの問題の中で声があったらその 他の条文とのコラボの問題だったりとか関連するところ補正だけども例えば却下53条なので53条も出たりとか、まあ、そういう出し方で一つの5枝を用意して一問作るんですよね。で論文はさらにですねやっぱりあの知識を面で見るっていう形面で問題を作ってくるので当然紐づく条文が紐づいてないと十分に論文が書けないわけですよ。 例えば想定される拒絶例について説明せよという問題も非常にレギュラーメンバーの中でも筆、ね、頭に上がるタイプの問題ですけど <laughs> そのタイプの問題でも結局ね想定される拒絶例って言われたらまあ時だと49条衣装、ね、法だと17条商標だと15条を見るわけですよね。でもそれぞれの中は点で条文が入ってるわけ拒絶例がそれぞれ入ってるわけですよ。 で、それぞれが全部拒絶理由の集合体としてちゃんと意識していることと、で、それがじゃあ今度違反があった時に拒絶理由になり、で、例えば過ゴ登録になった時には、イギリウ、無効理由になるんだとかね。そういう、あの、紐付けがやっぱり必要になってくるわけですよね。うん。ですから、論文の方がさらにその、 文を点で見て線で見て面で見るっていう面のところまでのひもの付けを必要とするようなあの問題が多く出てきますので。 あの一つのやっぱりシートなんですよね一つのシート面をシートにしたものでインプットした方が効率的だし理理解も整理されてていいいいんんじゃないかと考えているんですですから昔はですね論文のテキストって蓄状的なものを使っていたんですけど担当と同じような感じのものを使っていたんですけどやっぱりね自分で紐付けるのは難しいのでもう初めから面にしたものを用意した方が あのインプットはいいなというふうに考えていましてで実際私が受験生の頃はみんなそうしてましたからあの当時やっぱり自分が使っていたものの方がね優れてるなと思ったんですよなので、えー、あと去年からですけども、えっと、N フィーリングシートという形でいわゆる基本レジュメ集ですねこれを使っていきますで去年はですね N フィーリングシートはあの学習機能は十分に持たせたものっていう 要はインプット機能を十分に持たせたものっていうよりもあの理解することを非常に重心を置いたのであの実際見開き一枚でで収まらないももののが多かっったんです。一つのテーマとってもね。だけど実際最終的に理解した上で頭に定着させなきゃいけないことっていうのはその理解するために必要な情報量の全部ではないのでなので理解用のフィリングシートと で実際その中で最小限これを覚えとかなきゃいけないっていうインプット用のフィリングシートはちょっと分けた方がいいかなとだから詳細版と簡易版みたいな感じなんですけども、えー、N フィリングシートというものと N フィリングシートミニというものの2種類を用意してますで皆さんがあの実際覚えるために使っていただくものは MINI の方ですね 実際自習とかでね覚えなきゃいけない最終的に覚えなきゃいけないことをまとめただけのものなのでそれを覚えていただくとただ講義で実際まあ理解をしたりとかするために使っていくものは N フィリングシートの方の方方十分な説明がされてていいる方にしたいと思っていますでそういうちょっとね使い分けをすることで皆さんがより効率的にインプットができるようにちょっと工夫を今年はしてみましたので、えー、それがまずねあの変更点なのと。 で、あとはですね、あの、アウトプットテキストをもうまとめてしまって、えっと、過去問と、で、あの、新作問題ですね、あの、トーレンとかの新作問題を集合させたものを、えっと、アウトプットテキストとして併用していきます。で、さらに、えっと、判例集ですね、えっと、毎回毎回ちょっとその回に使っていくものを今までちょっと配布したりして,てきたんですけども、やっぱり、 まとまってた方があの紛失もないしいいかなっていうのもあるので、えっと、漏れがなくやれるように、えっと、判例集はですね、えっと、もう1冊にまとめたものを使っていきますですからフィリングシートとアウトプットテキストと判例集ですねこれがもうマストの毎回のテキストというふうに考えていただいて、まあ、判例対策から種子対策までですねフィリングシートの方に全部種子入ってますから、まあ、趣旨対策まで全部万全にしてインプットをすると。 でででそののインププッットトトトしたことを使ってて今度は組み立ての練習ですねアウトプットテキストで構成の練習ですね構成やっぱりシステマティックにやっていかないとあの時間もないしで問題のタイプが変わると解けないしみたいな感じになるのでちゃんとその組み立て方法をですね組み立てをちゃんとできるようにしていくというそこに重心を置いて、えー、論文の勉強もやっていきたいというふうに思っています。 結構ね大きなあの変化みたいな感じにあの思えたと思うんですね。私の方ではね自分がもう構想として持ってることは別に大きく変わってないんですけどただねやっぱり皆さんにどういう形でそれを伝えていくかどういうツールを使ってそれをあの伝えていくかっていうことは ものすごく、ね、やっぱり悩みどころでもあるし毎年いろいろ考えるところでもあるしね毎年いろいろあの考えてるんですよ。でまあ自己性の声だったりとかであのこういうね制作チームとの,その話し合いの中でこうした方がよりその私の構想をねうまく伝えられるんじゃないかというところで今年はかなりその自分の今までこう抱えてきたことがすっきりと。 解決すするようなな形になっていますのであの私としてもですねすごく楽しみにしていますで特に去年に比べて生講義の部分が多いですのでまあ皆さんね通信の方でもやっぱり生講義収録の方が臨場感がありますよね。 でその方がやっぱりその自分もその場にいるような感覚をねあの持ちやすいと思いますから、まあ、できればねやっぱり生講義収録を多くしたいなというふうに思っていますので、まあ、今年はそれがねうまくスケジュールの中であのフィットしてあの実現できそうな感じなので、えー、皆さんもあのお楽しみにしていただければと思います。 はいではですね2022年向けの、えーとまあ、中上級者向けのですねコースの紹介はこれで以上となりますでは皆さん開講ですね、えー、楽しみに待っていてください。